起床時間になりました。皆さん起きてください。俺は野川、43歳。毎朝同じ時間に起こされているうちに勝手に目が覚めるようになった。起きたからといって特別なことをするわけではない。その日も同じような一日を過ごすのだと思っていた。野川、準備してくれ。あれ、朝食にはまだ早いですよ。もしかして。そうだ、執行だ。俺は昔からカッとなるとすぐに手を出してしまうやつだった。嫌がらせを受けた同級生に大怪我をさせたり、彼女が他の男と歩いていると男も女も理由を聞かずに殴ったりしてしまった。要は言葉で話し合おうとせず暴力で解決しようとしてしまうのだ。それは社会人になっても変わらず、ネット掲示板でのトラブルが原因で腹を立て無差別の事件を起こしてしまった。すぐに逮捕されたが、死刑が確定したのは事件から7年後。それからさらに10年近く東京拘置所で過ごしている。死刑囚の一日は意外と穏やかなものだ。寝る時間はたっぷりあるし、食事は健康的で季節の料理も出てくる。週に数回運動する時間もあって、日光を浴びることもできる。死刑囚の罰は死刑を受けること。そのため刑務作業の義務はない。ただ暇を持て余してしまうのと賃金を得ることもできるため、刑務作業を希望する人も多くいる。そうでなければ本や新聞を読んで過ごしたり、創作や宗教にハマる人もいる。そして週に数回教会の時間がある。教会とは宗教家に話を聞いてもらう一種のカウンセリングだ。あなたがカッとなってしまうのは口で説明するのが苦手だからでしょう。なら文章を書いてみてはいかがですか。あなたの思いを言葉にして本にしてみては。そんな、俺は本を書くどころか読むことだってあまりしない。無理ですよ。幸いここには時間だけはたくさんあります。ゆっくり過去の自分を見つめ直してみてはいかがでしょうか。はあ、俺にできるでしょうか。書いてみたら意外とスラスラ出てくるかもしれませんよ。半信半疑だったが、坊さんの言う通りにしてみた。すると普段自分では気づかない暴力的な自分の姿を文章を通じて見ることができた。そうか、俺はこんなにも自分勝手で衝動的なことをしてしまったのか。坊さんの言葉を聞かず自分の気持ちを文章にする機会がなかったら、心から反省することはできなかっただろう。決して罪滅ぼしにはならないが、自分の本の収益は全て遺族に寄付してもらうように出版社に頼んだ。そうして穏やかに刑務所内で年を取っていった。ここで老いて死ぬんじゃないか、そんなことを考えていた朝だった。さ、早く部屋を出るんだ。意外にもあっさりと執行の朝は来た。わかりました。今まで長い間お世話になりました。執行はその日の朝に突然通告される。以前は前日に通告されていたが、絶望して自殺するのを防ぐためだ。最初に通されるのは教会室だ。教会自体は定期的に受けていたが、執行前の教会は特別だ。さあ、好きなものを召し上がれ。こんなにいいんですか。あなたは確かに許されないことをしました。しかしここで人生の半分の時間を過ごし、きちんと改心されたのです。堂々としていいのですよ。長い間お疲れ様でした。今まで話を聞いてくれてありがとうございました。教会室では嗜好品を与えられたり、衣装を書いたり、教会士と話をして落ち着かせる時間がある。囚人を落ち着かせて最後に自由な時間を過ごさせるのだ。教会を終えると執行室のすぐ隣の前室に通される。そこで拘置所の所長の話を聞く。以上だ。何か言い残したことはあるか。最後にお世話になった人に挨拶をさせてください。俺はその場の署員全員に握手をしてこれまでの感謝を伝えた。最初の頃は暴れてばかりですいませんでした。いいんだよ、よく頑張ったな。一通り話を終えると、いよいよ目隠しと手錠をさせられる。頼むからじっとしていてくれよ。はい。さあ、こっちだ。叫んで恐怖を紛らわせているのだろう。押してやれ。3人の刑務官が同時に踏み板のスイッチを押す。2つはダミーだ。ただしどれが正解かは誰も知らない。うわ、殺したのは自分ではないと思えるようにだ。
執行後、遺族が希望すれば遺体が引き渡される。多くは断られてしまうため、拘置所内で葬儀が行われた後、火葬場に運ばれる。火葬が終わって遺族が骨壺の引き取りも拒否した場合、骨は無縁仏として納骨される。ちなみにボタンを押した3人の刑務官には特別手当が出る。自分のために使う人は少なく、元囚人への供養に使われることが多い。ゆっくり眠れよ。お前はきちんと罪を償ったんだ。誰だってもお前を悪く言う権利はないんだ。